雨が降ったら寿司半額、というのと、ランチの海鮮丼で有名な仲良しさんです。これ夜行ってまいりました。ちょっとだいぶ前の映像なんですけどもね、突き出しにホタルイカが出てきております。で、目当てはこれです。ウニこぼれ、ウニがすごいことになってるんですよ。それとこのイクラこぼれですね、すごいです。もうなんかね、ママさんに怒られながら盛りすぎちゃおうかって言われながら、もうニコニコ持っていただいてるんですけど、で、天ぷらはね、ママさんが揚げはるんですけど、これここの天ぷらほんまに美味しいんですよね。これ何回もここでも言ってるんですけれども、あの専門の天ぷら屋さんにも負けずを取らずという感じです。サーモンもこの風貌でございますね。ちょっとご飯少なめにしてくださいって言ったら、マグロもこんな感じです。で、タイも間違いなく美味しいですね。塩で握ってもらったのかな、これで、巻き物の梅しそ巻きです。しそが好きなんでね、梅干しも好きなんで、もう絶対好きなんですよね、これはね。で、いくらこぼれをおかわりいたしまして、さっきの梅しそ巻きに乗っけていただきました。いやいや、もうプリン体の塊というか、あの痛風にはもう、大変厳しい、メニューの選択ではありましたが、以後気をつけたいと思います。でもなんかね、あのプリン体って美味しいんでしょうね。なんか体に悪いんでしょうかね。悪くないですよね。なんか食べ過ぎると体に良くないものは、美味しいという、悲しい特徴があるのかなと思っておりますが、仲良しさん、非常にリーズナブルで、夜も素晴らしいお店でございました、チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。